こんにちは、つちのこです。デルザの伝説、知恵の借り物を続きやっていきましょう。もう早速噛んじゃった。ゼルダが言えないってひどいよな。まず、ちょっと借り物直していこう。なんだっけこれ。フェスタオクタ。RP じゃなくて魔物石で直します。でほー今日コメントで教えてもらった、フェローネ出現のなんか借り物をゲットしに行こうかな。ちょっと行ってみよう。おいでー。よし、あ、間違えた。おお、これか。なんかこれっぽい。行ってみよう。ほう、あ、来てないね、確かに大丈夫これ。おお、危な、イエーイ。ん？これでこれ奥、奥行けってこと？そういうこと？じゃ行ってみるか、ここ。あ、行けるわけじゃねえんだ。あ、やべはい、はい、何かしらあるのかしら。はい、ここも入れない。あ、あったあった。よし、あそこでした。ここにありましたわ。ほもーほもほもー。おい、結構いって、他には、うん、上もある。ちょっと上から見に行こうか。あ、上はダメと。なるほど。ほんで、行った。はい、これ倒せるのはね、なかなか。あ、行ってあれー。あ、で、ここで、あれか、壊せるのを知るって感じか。なるほど。ここで初めて僕だったら、あの、壊すっていう行為がわかるね。ビリビリンゴ行って、ちょっとやめてくれねえよ。強くねホーミング力がすごい。これ、あれはどうしたらいいんだい。うん、あ、で、こう、あ、で、こうか。なるほど。これで戻れるっていうかだけですね。さてさて、お、誰だ。お、おお、ライネル対こいつは。ほら、いけ、頑張れ、いけタートナックレベル3か。いけ、強い、ライネルが強いんじゃ。これはゲットしときたかったね、確かに。タートナックレベル3、すごっ。白タートナック、これは使えるぜ。何これ、スピンサポーター。とても軽いががっちり丈夫な片当て。スピンでぶつかった相手をのけぞらせます。めちゃくちゃいいじゃんそれ
なんかいっぱい装備あるけど、なかなかこうするか。のけぞりスピン、お金はまだまだ942、あと最後だね。よし、こっちがないよな。よし、オッケー。じゃあこれはここで大丈夫という感じで、よし、ちょっと今日借り物じゃあ全部制覇する。借り物が残りゲルドに2つあるって言ってたけど、どこだろうな。ここも怪しいし、ちょっとこの奥の方行ってみるか。なんか怪しいよね。ごめんね、こっちまで呼んじゃって。あ食べてる間にごめんて、食べてる最中に乗って移動してしまった。おっと、ここにあるんだ。よかった、これを見つけないと。イエイ。こっちは、おっ、あっ、ちょっと待って、ここだな。よし、こっちにはライネル様もいらっしゃるんだぞ。でもゲットしたせっかくのタートナック使ってみようではないか。はい、いけ、タートナック。強い強い、ブンブン回してる。いつもより長く回しております。よし、さらにこれでいって、はい、あら、おい、ナイス、いいぞ。お、あ、なんか怪しい場所ある。あれじゃない。お、さらにこっちにも、これちょっと絶対怪しいよね、これ。いけ、モグちゃん。あれ、およー、ほらねー、ありもうした。よし、こっちはちょっとライネル様に行っていただくか。はい、あ、なんかあんなこんなんいたっけ。あ、いたか。よし、ナイスー。お、めっちゃ出てくるやん。よし、さすがだライネル、ありがとう。ポカポカスパイス、ん、お、またベル、ベル鳴ってる。あ、なんかこいつ新しくない。えい、お、なんか手裏剣。この今回の作品はさ、豚がガノンだったけど、ガノンガノンの末裔みたいな感じ、これ。おい、新しいやつやったね。コンボ豚ブリンレベル2。あ、こいつもじゃない。じゃあブーメラン豚ブリンレベル2。あれ、これもしかして、これ借り物全部集めたんじゃないの、これ。あ、127分の127、やったー。借り物全コンプでございます。からくりも全コンプだよね。よーし、やったね。何これ、エネルグローブ。黒い魔物を倒した時に出るエネルが増えやすくなる。やった、やったぜ。ライネルに乗りたいな。ちょ、馬が悲しんじゃうか。あ、ここ、ここも行けるよ。行ってみるか。これ何なんだろう。入り口開けそう。ビューン。借り物コンプしたら、コンプしたから、そこの木の老人のとこ行ってみるか。デクの、デクの木じゃない、デク、デクの木だったっけ。閉じ込められてる仲間の気配がするよ。よし、あとちょっとでレベル上がるから。おお、やばそう。よし、ナイス、いた、やりました。さて、4つな。うむ、行ってみよう。ビュン、ユカ、ユカビュンがめっちゃ強いよね、ほんと。
なんかそういえば掃除があったな。これビューってやって、あれか、行こう。ブロウィーとかで、間違えた、よし、ブロウィーでオッケー。二つ目、ちょっと邪魔だから消えていただいて、床ビョン、危な、こっちか、床ビョン、ビョン、怖っ。でこの上ですか次。あ、こっちもある。ちょっと上が先、上先行ってみよう。なーんだい、あ、いやった。誰か埋まってたりすんのかな、ここ。浮かびょん、びゅーん。もうこれとこればっかり使ってるっていう。おお、いっぱいいる。行ってください、ライネル様、お願いします。出た、戦ってる最中に。ああ、さすがです。さすがです、ライネル様、勝ちました。みんな見つかったよ。仲間たちが僕に力分けてくれたよ。レベル10、やったー。できること増えたみたい。ピロリロリン、なんかよく使うやつは全然いねえな。よく使うの全然おらんかった。力のかけら2個、よし、力のかけら20増えたからパワーアップしに行くか。弓と爆弾だよね。あとはそうだな、なんか見とく場所あるか。なんかそれこの上の方で僕取れない、これか、取れないやつあったよな。一応ちょっと見とくか。あ、スタンプあった、危ない、帰んなくてよかった。イエーイ、ゲット、てててて、何いただけますか。いや、僕スタンプマンだよ。スタンプ溜まったんだね。おお、妖精の瓶3つ目、ついに3枚目だね。ここまで続けてくれるなんて僕感激だよ。君がスタンプラリー遊んでくれてる姿を見てたらさ、幼い頃の思い出が蘇ったよ。お手伝いする、僕ももらってたな、ご褒美スタンプ。なんか金のシールとか銀のシールとか。スタンプママ、スタンプパパ、スタンピ元気かな。スタンピっていうのは実家の愛犬のことね。まあそれはさておき、スタンプラリーにも慣れてきただろうし、そろそろ君にやってもらいたいことがあるんだ。僕がレッツって言ったら君は元気よくスタンプラリーって答えてね。いくよ、レッツスタンプラリー。ふう、オーケースタンプ。じゃあ次のスタンプカードあげちゃいましょう。うさ、ウキウキスタンプカード。すごいとこにあり、ありましたね、また。だいぶ上の方に、まあ一応端っこをかける感じで来ますか。早く歩けるやつとかないのかな。馬だけ、うん、ここがあって、はいはい、ここなんかあれがあったやつだ、なんだっけ、飴玉チャレンジ、違う、どんぐりチャレンジがあったところだ、思い出した。お、マジ、こっちに行った瞬間キラってことはこれか。はい、ありもうした。
ここのスタンプは押してると。うむ、端っこまんべんなく一応言っとこう。あれもやったよね。で、ここか、これか。ヒュン、ほんとだやりましたーハートのかけら4つ揃ったぞ。なるほどね。よいしょ、これで出れると。そりゃ右からはいけねえよな。ここも行ったとこだよね。上のあれきれいにするか、裂け目があるから。この上か。どれどれ。はい、やっほー、来たよー。これだね、入り口開けそう。どれどれ、あれ温泉温泉だ。裂け目消せる。いきなり温泉に入ってるっていう。よし、ブロービーで、はい、どれどれ、ビューンビューン、楽しい、ビューン。ここでした。まず1個目、ちょっと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 待って、はい、うん、おお、これ2個目、はい、やめてください、やめてくださいやめてください。ああ、うそー危な、卑怯だぞ。またあの立体感覚なくしてた僕。さすがにここは大丈夫でしょ。よし、どれどれ、なんか嫌ですね。こっちから、ヒュン、危なっ、キャー強い、一瞬。転出者はすぐにライネル様にやっつけていただくんです。あそこにありましたね。ここにもあるわ。どうしよう、頑張って、よし、ナイス。これどうしたらいいの、何か、うん、何かしらこう、あ、やべ、自分が落ちちゃった。はい、で、この後これ出して、あ、間違えた、危ない、もう、よし、オッケー。あ、これで全部じゃない？できました、みんな見つかった。ディキ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 ディーン、ダンダンダダン、バーン。やりました、仲間たちが僕に力分けてくれたよ。結構出るね。やりました、力のかけら2個。裂け目をどんどん消していくのです。
よし、これで温泉が戻ってきたと。一応上の方登ってみる、見とくか。まあ多分大丈夫だと思うが。大丈夫そうですね、これは。危なスタンプも、ここもスタンプ取ってるし。よし、じゃあパワーアップしよう。爆弾と弓矢をパワーアップじゃ。お願いします。弓矢を強化。ジャキジャキ。いい感じ。力の弓がレベル2になりました。長押しで撃てると。はい、で爆弾もお願いします。爆弾ってほとんど使ったことないけど、でもあったら便利だよね。おお、なんかすごそう。爆弾がレベル2になりました。ボム中、え、 A で爆弾が出して長押しで力をためると、前に向かって走るボム中に変わります。壁や天井も走れます。すげえ。絶対注目するとその方向に向かってボム中を走らせることができる。めちゃめちゃいいじゃん。あれ、ちょっと待って、これめちゃくちゃいいのでは。あー、ほんとだ、ボム中これか、何出してんのって言ったの、ボム中だった。よし、ちょっと借り物をコンプしたっていう報告しに行こう。借り物の場所。そなたはすでに全ての借り物を覚えておるようだ。これ以上わしが貸せる知恵はない。さすがは知恵の姫巫女、頼もしいものだ。他にも用はあるか。ありがとうございました。さらに険しい道じゃ。もう用じゃありません。ありがとうございました。そうだ、一つもらったから、あ、お金まだ1000超えてないよね。わーい、やわせ。これでもうゲームオーバー。だいぶ安泰になってきたな。よっぽど強い敵が出ないと大丈夫。おしゃれにして、あー、1000ルピー、たっけーたっけー。スムージーもやんなきゃいけねえんだよな。スムージーも全開にしなきゃいけない。はい、ということで今回ここら辺で終わっておきましょうか。一応借り物をこれで全コンプすることができました。次やることは、全部の裂け目ちょっと消してみようかな、うん、ここら辺裂け目見えてるし、まだ行ってない場所ここら辺あるし、ここにもねちょっと裂け目見えてるしっていう感じで、次回はここら辺周回するのと、こことここ行ってみましょう。これで全部のねマップが開けるのではないでしょうか。はい、ということでよかったらまた次回も見てください。そうだ、アミーボまた忘れてた。アミーボでゲットして、そうそう、あれもやんなきゃいけないんだよね。だから1000ルピー使うよりも先に、なんだっけ、スムージーを思いっきり作るっていうのもやってみたいかなと思います。よかったらまた次回も見てください。それではツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。